おい、正臣、どうしたんだよ。何か問題でもあったのか。そうか、それならまあいいけど。巫女姫様、本当に大丈夫でした？はい、もちろんです。それならいいんですけど、なんだかアリチ君の雰囲気が怖い気がしたので。アリチ君、巫女姫様をいじめるようなことしたら許さないからね。そうですよ、アリチさんはそんなことはしないこともないかもしれませんね。だってアリチさん、意地悪なところがありますから、そこに関しては否定できません。結局イチャついてるだけだもんな。ですから心配は必要ないと言ったじゃありませんか。そうですよ、二人は恋人、仲良しさんですからね。確かに今回は心配いらなかったかもしれないけど、巫女姫様、何か困ったことがあればいつでも私たちに相談してください。アリチ君に一緒に追い込みをかけますからね。女子の団結力、怖い。ちょっと昔のことを思い出したから。